自衛隊機乗り逃げ事件とは、1973年6月23日に飲酒した陸上自衛官が航空機に乗って飛び去り、機と一緒に行方不明になった事件。事件発生当日の午後9時ごろ、栃木県宇都宮市にある陸上自衛隊北宇都宮駐屯地の滑走路から、突然、富士 LM-1 連絡機が離陸した。夜間のことであり、 すでに管制塔が閉鎖されていったため、駐屯地内は大騒ぎになった。体内の調査で、同駐屯地の航空学校宇都宮分校に整備員として所属していた三島陸層が飲酒の上、行方不明となっていることが判明した。格納庫は緊急事態に備えるため、管抜きがかかっていただけで施錠はされていなかった。当該機は南方に向かって飛び立ったのが目撃されているが、 レーダーでは捕捉されなかったため、かなりの低空飛行だったと推測されている。3層は整備士として、副操縦席に搭乗経験があったのみで、操縦訓練は受けておらず、搭乗経験自体も LM-1 では2時間10分しかなかった。また、無線の使い方がわからなかったのか、意図的に応じなかったのかは定かではないが、呼びかけにも応答しなかった。 事件後1ヶ月間にわたる捜索でも、機体、三艘ともに発見できなかった。LM-1 に搭載された5時間20分相当の燃料が尽きたため、墜落したと推定されている。防衛庁と陸上自衛隊は、三艘が酔った勢いで突如航空機を操縦してみたいという衝動に駆られ、乗り逃げしたものと断定した。事件を起こした三素は、8月1日付で、 行方不明のまま懲戒免職とされた。関係者7人も航空機の管理責任を問われる形で処分されている。ありがとうございます。